アラゴン語は、イベリア半島のスペイン、アラゴン州で話されている、ロマンス語の一つで、現在およそ1万千人ほどの人々によって、話されている。アルトアランゴン語やファブラとも呼ばれる。主に州北部のラハセタニア、アルトガジェゴ、ソブラルベなどの地区や、リバーゴルサ地区の西部などで話され、その他の地区でもスペイン語の影響を強く受けてはいるが、話されている。 もっとも東の変種は、カタルーニャ語の特徴も見られる、方言連続体となっている。ヒアラゴン語地区へ移住したアラゴン語は社間の言語使用についてのデータについては不明である。また、この消滅危機言語を活性化するために新たに学習した神話者についてのデータも不明である。この言語の最も一般的で公式な名称は、アラゴン語で、現地においても、 また国際的にもこの名称で知られる。文献学の伝統では、ナバーラ・アラゴン語とも呼ばれるが、この述語はもっぱら中世の言語についてのものである。現代の文献学ではそれぞれ中世ナバーラ語、中世アランゴン語と区別することも多い。ファブラ・アラゴネサ、または単にファブラは20世紀の最後の四半世紀に広まった名称で、これは、 西部の地域編集に対して使用されていたものである。また、アルトアラゴン語とも呼ばれるが、この名称は、現在主流とはなっていない。2013年に採択されたアラゴン言語法では、ピレネお及びソイピレネー地域の固有アラゴン語という語を、使用している。また、それぞれの地域においては、様々な編集を示す名称が使用されている。アラゴン語の起源は8世紀に遡り、 ピレネー山脈でのラテン語方言の一つとして、バスク語のような言語を仮想として形成された。初期のアラゴン王国は徐々に山地から南方へ拡張し、レコンキスタによってイスラム教徒をさらに南に押しやり、アラゴン語を広めた。カタルーニャ諸国とアラゴン王国との連合により、12世紀にアラゴン連合王国が成立したが、カタルーニャとアラゴンの2地域の言語は統一されることは、 なかった。東ではカタルーニャ語、西ではアラゴン語が話され続けた。イスラム教徒から奪還した土地に広がっていったのはカタルーニャ語の方であった。アラゴン王国による南方へのレコンキスタはムルシア王国で終わり、ムルシアはハイメ一世によってアラゴン王女の持参金としてカスティーラ王国に割上された。現在スペイン語と呼ばれる。 カスティーリャ語のこの地域への拡大と、トラスタマラ家がカスティーリャに起源を持つこととは、アラゴン語とカスティーリャ語との関係と強く結びついており、やがてそのことは、アラゴン語の暫時的な衰退をもたらすことになる。アラゴン語の歴史において、転換点の一つとなったのは、15世紀にアラゴン王国の王に、カスティーリャ王家出身のフェルナンド一世が選ばれたことであった。 アラゴンとカスティーリアが連合し、16世紀以降には、次第に自治が認められなくなったため、アラゴン語は広く使われているにもかかわらず、地方での話し言葉に限定されるようになった。貴族階級はスペイン語を権力の象徴としたのである。アラゴン語への抑圧は、20世紀において、フランコ政権の下で頂点を迎えた。学校でアラゴン語を話した生徒は体罰を受け、 フランコ政権の言語政策によってスペイン語以外の言語を教えることは禁じられた。1978年に承認された民主的な憲法はアラゴン語による文学作品やアラゴン語の研究の増進をもたらした。しかし、この言語にとってあまりに遅すぎたであろう。アラゴン語はピレネー山脈の南側で話されており、フランスに地理的に近いため、 ガロロマンスごとの共通点を多く持つ。例えば、複合完了辞制を構成する助動詞はフランス語、などと同様、アバーとエスタールを使い分ける。また、いわゆる形詞動詞は、エスタールのみで、この点も、セールとエスタールを使い分けるカスティーリャ語とは異なる。しかし、定冠詞は、オー、オス、エー、アズで、イベリア半島西部のガリシア語、ポルトガル語と同じ形式となっている。 アラゴン語の4地域編集グループ地域編集の分類分けについて最も受け入れられているのはフランチョナゴーレによるものでそれによるとアラゴン語は4つの地域編集グループに分けられるこれらのグループはそれぞれが方言的特徴を有する編集の複合体でコマルカや集落によってさらに下への地域編集に分けられるアラゴン語の表記についてはいくつか提案されている現在でも アラゴン語はその中心地で母語として話されている。ピレネー山脈のアラゴン山地や、ソモンタのソブラルベ、リバーゴルサといった地区である。主要な都市や町にもアラゴン語の和社がいる。ウエスカ、モンソン、バルバストロ、サビニャニゴ、ハカ、アイエルベといった町である。アラゴン語は、ウエスカ、サラゴサ、エヘアデロスカバリエロス、テルエルといった場所では、第二子供としても学習されている。 最近の調査では、和社はすべて合わせても3万人程度である。カタルーニャごとの境界地域で話されているリバーゴルサ方言は、カタルーニャごとの共通点も見られる。ありがとうございます。